本当に不安大事終わっちゃう欲しい、閉じちゃう3グラム範囲来た、ね、今に、はい、今に今に待っております。今に来た始まってると思いますが、ちょっと人数がね今1500人、どれぐらいまであった？2万人ぐらいです。2万まで待ちます。はい、すいません。3000超えました。おお、いいです。いいよ。あと2万まで何話します？2万までは、4200。あと1、2分ででも2万。4500。もうこのペースだったらいいです。どういう計算じゃそうなの？ファンクラブの方々。みんな見るから。お、5000超える。2万人以上いらっしゃると思って。5000超えました。5000は超えたよ。お、あとたった4倍。あと1万5000。すぐだね。5100。あれ伸び悩んだ。伸び悩んでるよ。伸び悩んだ。いや、5200。あ、伸びてるよ。5230。高津監督おめでとうございます。確かに。見てないし。5210。あ、皆さん見てないし。選手の監督として気持ちですから。すごいです。5240。そうだね。20年ぶりに。そうだよね。ちょうどラジオやってて、ああそうか、本当に12回ぐらいのもう喋りながらめっちゃ見てる、安定しました。そう、5200ちょっとなんで安定しました、ね、首も安定してきました。首も安定だいぶ安定してきました。ようござんした。じゃあいいな。はい、ということで、はい、改めましてダイスでございます。どうもです。いやいやいや、こんにちは。本来であればね、開演してますね。開演、そうだ、今日2時です。20時です。申し訳ないです。いやでもだいぶ動くようになってきて、いいことです。いいこと。本当、数日ぐらい前までずっとカラーつけてたんですけど、あのカラーも外れて、で、1週間寝たきりだったので、あの数日前からもう歌もちょっとずつ声も鳴らしつつ、あとは踊れるようになればカラーの出来になるので、もう少々お待ちください。ありがとうございます。年末もいろいろありますし、はい、はい、本人元気ですからね。元気です。大丈夫です。首だけなんです。それが、それが元気です。元気です。元気なので。ということで、今日はですね、そもそも今日は、舞浜のアンビで、FC が、FC ツアーのラストということで、選手団の方だったんで、本当であれば、発表する予定のことがたくさんあったんです。今日ね、ラストでよくやりますからね、発表は。なんですけど、これ振り返りが決まって、振り返った後にやると、その発表したやつがもう終わってるってことになるんで、それまでの間にね。そうなんですよ、それまずいなということなので、急遽、こっちでね、もちろんこれ、言い終わった後はちゃんとこう、おしゃれで流すんで、今日今まだね、多分これ、いろんな予定があるんで、見てない人がたくさんいると思うんですけど、それで確認してもらったらいいなと思います。こちらにドンみたいな。インスタライブなんで、出ないですね。もう大変だよ、インスタライブだから。もう間違ったこと言ったら、残るしね。アーカイブ残りますからね。残るよ。まずは、一発目、その延期にしてしまいました、栃木。そうですね、栃木。栃木の振り替え、これが決まりまして、日程が。12月19日の日曜日になりまして、会場が、変わります。栃木県総合文化センターという会場。総合文化センター。総合文化センター。変わります。会場変更です。はい。これ一応もちろんおしゃれでも出しますけども、19日来られる予定だった方は、ありがとうございます。間違いのないようにお越しいただけたら。結構早めにできましたね。そうですね。はい。年内に行けます。はい。さあ、ここで問題です。問題。前浜が、はい。年内か。あ、もう12月の26日曜日ですかね。ああ、クリスマスぐらい。はい、来週。いや、混乱する。違う。混乱する。で、クイズだから。はい、1月23日。おお。ワンツースリーです。ワンツースリー。はい。ちょっと来年ですね。はい、空いちゃうんですけど、まあその会場のね。もろもろと、ちょっとアンフィがちょっと特殊な会場なんでね。人気なんですよ。はい。取れないのがね。本当に人気なんで。多分来たことない方いらっしゃると思うんであれですけど、アンフィは360度なんで、普通の会場と違うので、僕らもそれに向けてちょっといろいろね、変えようと議論もしてたので、その変えたやつをそのままやっぱやりたいということで、どうしても他の会場ではなくて、前浜にするということなんで、新人さん、ちょっと
恋心やったの懐かしいですね。あれね、初披露、ね、確かに。なんでちょっと申し訳ないんですけども、はい、まあ22年に来年になりますけども、はい、同じ場所でやらせていただきますので、ぜひ、ね、はい、これはで、あのこちらはあの DTV の生配信もする予定だったんですけど、はい、それも変わらずやらせていただきますので、よかった、会場来られない方は、ね、ぜひ見て、そちらの方へ、どうもよろしくお願いします。やっぱ最近よく言われますけど、あのセットリストがね、はい、やっぱりファンクラブからいいねって珍しい曲やってますから、ありがとう、 FC は今回珍しいです ね、なんでぜひ、まだ来れてなかったので、そうですね、最後にね、うん、このセトリを見てほしいですね、はい、見てほしいなと思います。セトリ見ててもこのマイハマアンビシャスだとまたちょっと内容違うから楽しめるかもしれないですね。そう、見え方は全然違うからね、変わると思いますよ、うん、あ、もうチケットは売れてしまった、そうなんですよ。ぜひ DTV さんの方で配信も多分だからカメラで面白い、ね、配信でぜひ生で見れると、ね、確かに、もしかしたらね、これね、確かにね、秋がね、あるかもしれない、そうですね、日にちが合っちゃったんでね、確かに、はい、すみません、あれなかったです。これ4時間やってことですかね。4時だ、はい、4時 と、7時半、7時半回、結構遅めでございます、お間違いなくということで、はいはい、その手前まではあのディズニーに行ってもよろしいか、確かに確かに、うん、最高じゃん、前の3時までに来ればと思ったら、うん、ちょうどいいかもしれないですね。ちょっと、ね、朝一に行けばライブ見ながら寝てるやろ。並ぶアトラクションだけ行かないと。たまに寝てる人いますから。すぐ乗れるメリーゴーランドとかにしてもらって。確かにね。ありますメリーゴーランド。あるんだよ、端の端に。あるんだよ。ランドの方。ランドにありますね。何回も乗ったのか。乗ったとね、前のものって行く機会ないですからね。はい、ぜひなんかちょっと久々ですね。で、今日アンフィでやってたとしたら発表する予定だったことがございます。おお、これは何でしょうか。これ大晦日ライブ決定しました。はい、出た大晦日。ちょっと向こうは MC とかで匂わせたりはしてましたけどね、開けといて欲しいな、なんかなんかあるよ、はい、大晦日ライブ、はい、うん、ただ今回はあのカウントダウンライブじゃございませんで、はい、あのイヤーエンドパーティーということで、はい、いろいろな兼ね合いのため、はい、忘年会、はい、やっぱあのちょっと、ね、まだ言うても時期が時期で、うん、はい、あの多分なんだろう、平時みたいにその電車のね、そう、深夜とかの電車とかなかったりするので、はい、来れない方が多いと、そうす、ね、いうことも含めて、あのじゃあ忘年会みたいな感じで、うん、夕方までに終わらせてみんなじゃあこう家帰りましょう、綺麗に帰れると、うん、はい、いいですね、はい、という感じで今回やらせていただきますので、はい、まああのね、ちょっとカウントダウンだとね、結構ガッツリスケジュール取んなきゃいけないじゃないですか、うん、これぐらいだったらスッて来てすぐ帰ればほしいので、うん、ぜひね、来てほしいなと思います、うん、場所はもう定番となってきましたけど、はい、はい、体育館東京ですね、そうです、はい、東京の体育館ってのは東京の体育館、ね、いっぱいあるどこの体育館でやるどこの体育館でしょう。東京の体育館でやるからな、探さなきゃいけない、イベントのタイトルもどこの体育館でしょう、違う違う、オープンして3人しかいなかったらどうするの。取り付いた3人、おめでとう、ここではやらないのな、優秀ですよ、だいぶ優秀です。そんななんかゲームみたいな明日だけちょっとおもろいけどね。全然違います、ちゃんと東京体育館でございます、東京体育館、はい、大好き、この体育館でしょう、2021、違うのよ、うん、年末だからあのみんな集まっていただきたいからさ、はい、これはもう確定しておりますけど、ね、これあのこの後15時から、はい、チケット選手の配信、すぐすぐだとという、うん、みんな気をつけて、うん、何を忘れないで、ああ忘れないね、1時間以内に始まりますので、でもあの、はい、先行っていうかね、うん、先着順じゃないんで、ね、そうですね、ぜひ、そうです、そこはゆっくりと考え兼ね合いとかね、ありますから、はい、年末はどこもかしくも皆さん忙しいですからね、いや、面白いです、はい、うん、師走ですね、師走っぽいね、師走っぽいですね、いや年末ですね、もうね、我々もありがたいこと、いろんなことが、ね、決まっておりますので、ね、はい、それをしっかりお祝いしにぜひ来てください。そうだね、一緒にお祝いしましょう。いや、なんかでもあれだね、あのカウントダウンじゃないの、なんかちょっとそわそわする、ちょっとどんな感じになるの、良いお年をつって帰るわけでしょ、いつもだと。確かに、そう、明けおめ言いませんね、はい、そうだよね、言いませんよ。これ言うな、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 開けないな、開けないなみたいな、開けてないって言ってたけどね、いつも前浜にいましょう、確かに前浜で、ね、前浜にいましょう、だいぶ楽しい、だいぶ楽しい、開けます、どうなるか分かんないですよね、この手前にライブあるのか分かんないですよね、分かんないですね、分かんないですね、ニュートンもありますしね、あとね、そうだ、結構だから年末盛り盛りで
ですよ、ね、盛り盛りですね。だからなんかあの FC のさ、ライブのさ、最後の MC でさ、もしかしたらこれ今年最後かもって言ってましたじゃないですか、はい、なんかね、ふわっと匂わしましたけど、はい、いっぱいあったよと。ありましたね。そうなんですよ、ね、今まで史上一番充実した年末ですかね。あ、結構そうかもしれない。今のレコード大賞とかね、はい、かしいありがたいことで、ね、ないですね、はい、いや、なんかいろいろから走回ってたんですよね。あっちでこっちで、うん、今走るのはちょっと痛いんですけど、いや、それはもうしっかりあの12月入るまで楽しんでいただいて、はい、まあそんな感じですかね、発表は。はい、これは改めてちょっと Twitter とか、そうですね、ホームページの方に Twitter ですね、載せますんでね、確認していただいてという感じでございます。はい、終わったよ、お情報系は。もう終わっちゃいました。なんかどうする、あの勝手に情報解禁する、いろいろ。あれ言っちゃっていいですか、じゃあ。いい、はい、でも何でもいい。何言っちゃいます。いや、わかんないです。でもいっぱいありますからね、情報は。そうだ、FNS 出るから。いや、出てます、出てます。危な一緒にどうやったら第2夜。危な、もし発表しなかったら、てってれしかないですからね。来年のミュージカルでも出てるけど。出てます。だから出るんすよ。言っていいのか分からない。いきなり来年ミュージカル決まってないやつ出ていいって歌ってたらおかしい。でもさ、中川明典さんとさ一緒に歌えるなんてさ、昔の自分に言ったらすごいですね。びっくりしましたよ、本当に。すごいよ、うん、ありえない。アカデミーの時だって歌ってたでしょ。歌ってました。みんな歌手目指してる人絶対歌ってたんで、教科書みたいなね。教科書っすよ、あれは。あれは難しいですかね、ヘッジがキスは。いや、難しいです、それを。いや、なんか楽しみなんですよ、楽しみ、うん、うん、この間、初めて歌合わせさせていただいて、あ、リハーサルですね。はい、初めて歌わせていただいたんですけど、やっぱ、もう、次元が違いますね。ピッチもそうですけど、音色もそうですし、すごいなと思います。え、そのさ、あの練習する前にさ、はい、発声練習とか聞いた？いや、発声練習はしてなかった。してなかった。じゃあ隠れてしてるの。いやいやいや、しなくてももしかしたら乗せてきたのかもしれない。でも、先生もいらっしゃって、うん、あの実際の演出 の、 あの音楽監督さんの助手の方が練習するんですけど、うん、練習に先生がいらっしゃって、僕久しぶりにちょっと怒られましたもん。なんで、なんで、あのさ、ずっとピッチ下がってるの気づいてる。ってことは先生女性だね。はい、そうです。あ、全然気づいてなかったです、すいません。あの一人で歌うんだったらありなんだよ。でもちょっと音色がぶつかってるから、もうちょっと高めに歌ってくれる。そうか、普段一人で歌ってるからね。いやいや、やっぱり、ね、ユニゾンするところがあって。ユニゾンは難しいね。中川さんは割と高めで綺麗に出されてて、僕はちょっとなんか強めに低めに出てたみたいで、ピッチ。そうだ、でもそんなフラット癖ないけどね。そうなんですよね。テンションは低かった、うん、テンションはちょっと低かったっすね。それだ、緊張してた。左右それだよ、はい、左右されるからね。左右されます、それは左右されるわ。でもピッチって本当テンションめちゃめちゃ移るよね。そうなんだ、ね、出ますね。テンション上がってるともうずっと緊張してますからね、ずっと。2音ぐらい上行ってるじゃんね。後で雄大君といつも映像見返して、おー、上がってる上がってる。バドリズムライブの時おもろかったし。やばかったね。でもあれ歌ってる時そんな気づかないんだよね。気づかないですね。やっぱテンションだね。テンションの上手ね。ライブ玉感。バンドだったしな。バンドは大変ですね。やりたいんだけどね。そうですね。テンションなんですね。隙間が。なんかバンドに合いそうな曲たちが増えたしね。ああ確かに、最近は、ね、確かに映えますね。映えるよね、バンド映えが。で、昔の曲とかちょっとバンドアイジ変えたりとかするのもそうだし、ジャスティン・ネイルとかもめっちゃ合いそうだし。ジャスティン・ネイルはバンドです。劇的ロック曲バンドの方がバンドとして作った曲です、ね、なるほど。当たり前なんだよ。そっかそっかそっか、それ合うわけだ。当たり前だ。新曲といえば、リ、はい、ム・デビルもね、リム・デビルも評価いただいて、はい、で、アップさんたちね、プロミス、はい、うん、あれいいよ、うん、あれいいっすね、あれいいよ。まだ、あ、曲自体は発表されてないですよね。されてないよ。どんな曲かで、ふざけんなって言うの。楽しみにね。なぜ言うだよ。ちなみに最近これずっと言ってるよね。ちなみにさっきこの始まる前に話してた、う
曲もあるんですよ、まあ、発表されてない曲が、うん、で、雄大君とその曲の話を一緒にしてたんですけど、僕はこれ気下げた方がいいんじゃないですかって一応提案したんです、うん、あのスタッフさんに、うん、そしたら雄大さんが元気でもいけるって言ってたんで大丈夫ですって来たんで、じゃあちょっと逆に僕が下げたいなと思ったぐらい高いんですよね。なるほどなるほど。歌ってみると大丈夫、ちゃんと鍵盤確認確認鍵盤でしか確認しないから今できないですからね。プロミスで紛れちゃったんだ。プロミスはプロミスプロミスはでも僕一応あの、あ、ユダイ君下げたかったら下げてもいいですって言ったんですけど、俺それね、あのスタッフさんから伝わってなかった大問題じゃん。もう行ったらもう出来上がったから音が。そっか。あ、まあレコーディングの前の話ですもんね。そうそう。まあでもプロミスっていうタイトルはやっぱもう高くなるよ。なんでよ。なんでよタイトルでは。低いプロミスもある。あん、ま、でも魂の叫びはめっちゃ聞こえました。音源から。うん。はい、楽しみだよ。楽しみ。魂の叫びもちろんもちろんね気持ちも入ってるけど叫ばなんて出ねえよ。ちなみに今回は雄大君の方が高いんです。僕が歌うところは今まで通りぐらいで、雄大君が歌うところだけちょっとバカ高いっていう。そうでもシャウトしてたもんね、レコーディングで。高かったですね。楽しみ。けんなあれ。それ、うん、だからもうすごいな。でも僕が歌うとやっぱ細くなるんですよ。そこあのラストフレーズがちょっとね聞いてほしいポイントなんですけど、そこがやっぱ雄大君と今まま高いんで。でもね、ラストフレーズっていうかね、あの、まあ、皆さんにパフォーマンスすることはあのない、ね、いやいやいや楽しい楽曲になってしまう音源で全然聞けないんだよ、披露しないんだよ、披露できない、披露はできないですね。なるほど。レコーディングの時にエンジニアさんと喋ってますもん、これ人前できます、いや厳しいんじゃないですか。長い長い。そうか、そういうとこあるよね、本当にね、行っちゃうからやっちゃうから。レコーディングだとは出るんですよ、レコーディングはね、出るもんね、うん、まあ、俺はカルテル作ってるから、まあ、カルテルの方がでも、うん、まあ同じぐらいか、同じ罪は背負ってます。確かに。でカルテルの方がトップの方が豊かの方が高いですよね、うん、でもほら鍵盤叩いてる。いやこっちもこっちは叩いてねえわ。叩いてねえな。あれ、あれ当日のハモリで決められたな。そうだよ。あでも雄大が悪いからね。そうだ。自分で言っちゃったから。そうだ。最後のハモリ言えてなかったから。そうなの。そう。じゃあ、え、なんだ。最後のハモリね。自爆自爆。大輝くんが歌詞送ってくれて、うん、でプリプロ僕いつもやるんですけど、あの大輝くんが書いた歌詞に対してやったりとかする時があるんですけど。最後ハモリが入っ、ハモリって過去書いてあったんですけど、うん、高すぎて、あ、これは逆に無理じゃないと思って、うん、プリプロで入れなかったんですけど、うん、雄大君がもうがっつり僕が思ってたやつのもう一個上行ってましたから。そう、あの一個その俺が多分思ってたやつだとちょっとコードのハマりが悪くて、だからハマりが悪かったいいっつって自分で上げたから、じゃあやるんだったらしょうがない。だからそれもさ、卑怯だよね。聞きたいコードのハマりが悪かった。コードのハマりが悪い音で僕がレコーディングすると思います。しないですね、はい、しないじゃあ上行くしかない。俺はなんか先だ。やりますかやらないですかって言ってるのと同じですよ。やるって言っといて。やるよね。はい、で言うたら筋トレとかもよくしてるからやっぱ自分追い込むの好きだなっていう。確かに今回僕もそう思って追い込んでもらおうと思って。なるほど。いやプロミスは別よまた。プロミスだろ。じゃあまあまあまあちょっとほら次か次ぐらいでちょっと大人なちょっとスッと落としたやつ作ろうよ。はい。あそういう楽曲次レコーディングすんな。バランスいいな。昨日作ったけどもいい曲ですから、ね、ですよ。いろいろありますから、ね、いろいろあります。まだまだ、はい、こんだけいっぱい曲作ってるって言ってるってことはこういうそういうことですからね。なるほど。なんだろう。分かる。こんだけやってます。カタカナ4文字のやつですか。やる側なんだから。言うてるやん。言っちゃいけないやつ。プロミスかもしれない。あプロミスね。はい、ありますからね。いろいろ楽しみにして楽しみにしてくださいね。ね、はい。もしもしですか。はい。はい。はい。じゃあ今ちなみに何人ぐらいの方は。今は2万5000、4800。いやいや、全然間違えてます。下がってます。下がっていくんじゃない、そうです、5000切りました。5000切りました。あまあまあまあ、日曜日もいるだから。そうですね。いやいやいや、一番見るでしょ。なんか不
思議な現象が起きてる。一番数字上がるしか今。カタカナ4文字って言ったらなんかアルバムって言ってる人がいる。まあそういうの変なの。変じゃないよ。分かんないよ。シングルかもしれないじゃん。いや、そうですね。そうだよ。シングルかもしれない。もしくはプロミスかもしれない。分かんない。プロミスしか。何も分かんない。そうだ。プロミスいつ音源公開されるの？この後、この後打ち合わせです。始まります。それは打ち合わせで。この後しましょう。はい、この後はあの私たちのいろんな予定を決めるスケジュールでございます。はい。働きます。それでは、こんな感じです。大晦日のライブというか、エンドショーであのやってほしいことがあったら、正雄さんにぜひ言ってください。DM で。はい、はい、正雄さんに、はい、これやってくださいみたいな。そうです、ね、LINE の ID 教えちゃってもいいけど、ね、いやいやいや今この QR だけ代償でかない直の方が直の方がね直で、でも多分マサさん喜ぶよ何やがねえんだけどお前何やがねえんだよ喜んでないそれ喜ばないそれ喜んでないですよザンっつってマサさんまでぜひはいいろいろね、まだ決まってない。リアルドショーの方配信あるって聞き、まだ決まってないんですけど、はい、検討中なので、なるべくね、行けたらいいよね。そうですね。皆さんに見ていただけるように。それはだってね、大晦日地方の方来れない人もいると思うんで、うん、そうですね。なるべくできるようには頑張ります。はい、はい、まだちょっと何とも言えないんですけど、はい、はい、という感じでございます。じゃあまた近々、はい、お会いしましょう。お会いいたしましょう。さよなら。ありがとう。バイバイ。リアルドショー。